入りの松原鴨茂神社は、高知県旗郡黒潮町入りのにある神社。式内社で、旧社格は豪社。入りの松原の中に鎮座する入りの地域の総鎮守である。祭神は次の通り。祭神の遺説として、神儀資料では、あじしだかひこね神社各六では、祭神不詳、土佐国式社公では、大が模石命、辺見るみでは、大が主ゲルと美命とする。 創建は不詳。延長5年成立の演技式新名帳において、土佐国旗軍に、鴨神社と記載される、式内社に否定される。伝承では、鴨神社は、元はイリの本村の鴨屋敷に、八幡郡は、早崎の八幡原にそれぞれ鎮座したが、両者は一つになりイリの松原に移ったという。土佐国式社校においても鴨、茂、八幡両者は、 元は本村にあったが一つになった時は不明とし、西浦めぐるみ日記でも両者が本村にあったとする。中世紀について伝承では応仁の頃に藤原家元が再興したという。また、伝承17年の入野大方の郷地県庁では、車両として入野大方里の五村山頂六端余りが記される。江戸時代に入り、 法永4年の法永の大地震の時には、社殿が津波被害に遭っている。南都市によれば、浸水で社殿が浮いたが、津波が引くと社殿が元の場所に戻ったという。また境内には、この時の津波の山上を記す石文が伝生される。なお、古くは、臨在州大型山長泉寺が別当時を担っていた。明治維新後、明治5年に、 近代社格制度において後者に列している。ありがとうございます。